僕の、だって結婚式ハワイでやった時も、1回目もゴロさんとリーダーって来てくれたの。ほいで、この間も1回話したことあるんだけど、インスタライブかなんかで、2次会から来てくれたの。本ちゃんはちょっと仕事来れないから。で、2次会から2人で来てくれて、で、その時に、まあ、いろんなね、俺の地元のヤンキーの友達とかにも対応してくれたりとかさ、いろいろしてくれたりもしたし、3次会行った時に、リーダー大司会で、五郎さんにずっとスマップの歌歌わせるっていうね。はい、稲垣吾郎が歌う夜空の向こうです。どうぞーとか言って勝手に入れて歌わせるのよ。それでももう長いこと、でも、五郎さんも歌うの嫌いじゃないから歌ってくれるんだけど、もう連チャンで何曲も、五郎さんありがとうございましたとか言って、じゃあ、続いて、誰行きましょう。はい、じゃあ、次は、なんだっけ、シェイクで、稲垣吾郎さんです。どうぞーみたいなのを、どんどんずーっとやってくれるみたいな。めっちゃおもろいのよ、リーダー、本当に。だからね、うちらも本当感謝してるし。だから、やったね、ぜひ復活してほしいなと思いますよね。はい。